停車駅は東京スカイツリーでございます。ご乗車ありがとうございます。快速東武日光桐生川温泉方面会津大島駅です。次は東京スカイツリーです。東京スカイツリーの次は北千住です。途中の引き船東向島軽井川淵堀桐生市内には止まりません。ご注意ください。Thank you.
昼間は温泉方面、秋田市前です。極量編成の地震工放送前2両、地震工法1両目、2両目の車両が中央橋川上線、湯西川温泉方面、会津田島駅、高ほど3両目、4両目の車両が昼間は温泉より先に立つ前、新宿市原止まり、後ろ2両5両目、6両目の車両が東武日光行きでございます。なお前4両、昼間は温泉方面、会津田島行きと後ろ2両東武日光、途中の駅下2枚で切り離し分かれて発車いたします。戻り間違いございませんようご注意ください。行き先はそれぞれ通路の上に更新してあります。お確かめの上お忘れください。お客様にご案内いたします。お客様にご案内いたします。お手洗いはこの車両の進行方向1両目の後ろ、3両目の後ろ、5両目の後ろの3箇所ございます。こちらをご利用ください。お手洗いは進行方向1両目の後ろ、3両目の後ろ、5両目の後ろの3箇所ございます。こちらの車両をご利用ください。次は北千住でございます。 JR 常磐線、地下鉄日比谷線、千代田線、つくばエクスプレス代行用のお客様の乗り換えです。北千住の次は春日部に止まります。北千住の次は春日部です。途中で止まりません。ご注意ください。なおこの先カーブ等で揺れる場合がございます。ご注意ください。この先カーブ等で揺れる場合がございます。ご注意ください。
千住、北千住でございます。車内に落とし物忘れ物もございませんよ、ご注意ください。 JR 常磐線、地下鉄、日比谷線、千代田線、つくばエクスプレス線ご利用のお客様を乗り換えとなります。北千住の次は春日部に停まります。北千住の次は春日部です。途中で駅止まりません、ご注意ください。区間急行大橋上部1番線から7時26分、各駅停車ご利用のお客様、3階ホーム5番線からの発車となります。本日も東鉄をご利用いただきありがとうございました。北千住です。お出口右側でございます。